第1回カワラゴン、皆さんこんにちは。私たち団体カールミーです。恒例の大企画ということで、今回は夏フリーについて一番詳しいメンバーを決めていきたいと思います。イエーイ。今までね、この大企画やってきたんですけども、はい、結果を整理すると、萌えちゃん、中田王が、みるちゃん、菅波王と鈴木王が、小木ちゃん、そして川口王が、もうきゅん、そして富田王が、さややん、谷垣王が、ちーたん、そして落合王と荻王が、きーちゃんです。かかっています。いや、いや、なんかね、まだちょっとうちのために残しておいてくれたみたいな。そうなんだよ。ね、めっちゃある。でも結構期待してて3人では、なんかだってここに入れててんでさ、選ばれた人数。選ばれました。選ばれました。みんなで取ってほしいですね。じゃあ誰がカワナゴになるのか早速やっていきましょう。それでは第1問はこちら。好きな駄菓子は？わかる。好きだねー。3つあげた。3つ。じゃあ誰か1つで当たりってこと？まあそうしてもいいかな。でも夏1点最高。3点最高最高最高。はい、来ました。どう書けましたか？はい、じゃあみんなの回答オープン。おせんべい、ポテチ、じゃがりこ。え、おぎちゃんは？かば焼きさん、うまい棒、ふがし。だって2個被ってるんですけど。待って、かば焼きさんとうまい棒と、タラタラしてんじゃん。それだ、好きなイメージ。それだそれだ。待って、これ駄菓子知らない。じゃあお菓子だよ。そうだよ、わざわざ駄菓子。駄菓子だよ。なんでわからないよ。それでは正解はこちらです。タラタラしてんじゃねえよと、とねるねるねるねと、パチパチパニックです。ねるねるねる。いいね。確かに。え、もう金当たってる。すごい。ということで、ももちゃんが1ポイントでいいのかな。1ポイントかな。1ポイント。いいの。いいの。嬉しいな、これ。じゃあそれでは第2問に行きたいと思います。第2問はこちら。初対面で一番印象に残ってるメンバーは？まあ、誰かしら書いたら当たるとか、ね、当たる。結構その印象に残ってた子がいて、初対面で。でもね、言ったことなくはないんだよね。まあ、きっと多分うちではないよ。そうそう、うちではないことは確か。オーディションの時ではない。潜在だ。そうだね。あ、頑張って笑って。ちょっと待って、ってことは、むずとは違う。じゃあ書きましたか？はい、はい、じゃあみんなの回答オープンしたいと思います。せーの、じゃん。お、しおり、夏ね、なっちゃん、ね、でもなっちゃんだと思ったけど、なんかすごいみんなが口を揃えてなっちゃん最初こうって言うから違うかなって思って、逆にね、逆に、確かに。じゃあ、ね、それでは回答どうぞ。ミルテンです。待って待って待って、一番最初にミルテンって書いたんだけど。確かになんかミルテンかなと思った。ミルの話したもんね、さっき。理由はですね、初めて見た時に、あのクールな子だと思ってたんですよ。あ、なんか、なるほどね。その時は直接話してなかったから、顔も綺麗な顔立ちしてたし、クールな子だなって思ってたけど、話したら可愛かったって。なるほどね。聞いたことあるかも。そう、全員正解です。正解です。悔しい。いやちょっと惜しいね。悔しいので、第3問いきたいと思います。じゃあ第3問こちらです。一つだけ魔法が使えるなら、どんな魔法を習得したい？え、私これ自信あるかも。お、夏美の心になって考えればいいわけでしょ。すごい。でもこれ結構言ってる、うち。え、そうなの？あれ、え、でもうちの心になるなら大丈夫。ちょっとなってよ、二人も。ちょっと今頑張ってる。それでは、回答をオープン。せーの、ドン。すぐお家に帰れるの。猫ちゃんになりたい。あ、にゃんにゃん語を使える魔法。猫ちゃんと喋りたいってことね。そう、確かに。はい、じゃあ正解はこちらです。時間を操る。嘘でしょ。聞いたことないけど。何それ。時間を操る。どうした。時間を操ってどういう意味。時間が足りないじゃないですか。あ、24時間だね。だから止めたり増やしたりしたいな。なるほどね。え、悔しい。じゃあ誰も当たらなかったということで。結構自信やったのに。それでは、第4問はこちらです。何かポーズをとってください。どんなポーズをした。はいよ、いけよ。いいですか。せーの、
え、かわいい超かわいいそれでは正解はこちらです。そっちかそっちかこっちかー。しかもなんか迷ったこれはでも合ってたかったね。まあ確かに、ね、ってことで誰も当たらず悔しい、マジで悔しい。ちょっと点取りたいです。続きまして第5問、ドゥドゥン、私だけが知ってる桜井さんの可愛い一面は。ちょいちょいちょい迷ったよ、だっていっぱいあるじゃん。私だけが知ってる。そうなんだよね、夏美だけがっていうのはポイント。え、でもやっぱうちが知ってるっていうの中で選んだ自覚はある。はい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 、自信満々に本人が私じゃなくて誰が先に撮影してるもんなの。ごめんごめんごめん。ヒントください。部屋が結構同じ。おいおいおいあれお、そういう感じ。部屋が結構一緒じゃん。お泊まりの時とか。じゃあちょっと表してみるね今、うん、え、いいの？いいの？あ、可愛いなって感じ漏れてるやん。そんなことってさ、あんまなくない？あんまない。普通さ、なんか綺麗にしてよとかなら分かるけど、可愛く思ってくれるってことあるね。よかったね。え、嬉しいね。なんかまだ答え聞いてないけどね。お、たけた。じゃあまず小木ちゃんとね、うちから、はい、回答オープンしたいと思います。せーの。持っているものが全部フリフリピンク。あ、確かに。ずっと歌ってるとこ、うん、それはそう。それはそう。ずっと歌ってる。あ、じゃあ、おもちゃん、はい、それではおもちゃんの回答どうぞ。じゃんじゃん。寝起きからキュンカーン。おー、私結構寝起きいいタイプで。あ、そうなんだ。そうなの。起きてもパッと待って今さ、あれあれあれ、ちょっと見てみましょう。あ、なに。じゃあ回答はこちらです。どどん。一緒のお部屋でお泊まりすることが多いんですけど、朝起きるときにこう何回もアラームを止めるところ。寝起きよくないやん。嘘ついてるやん。ある意味では、ある意味ではなくて、まあね、まあ、寝起きからみたいな。まあ一番近い、近いけど、うん、嘘ついたやん。違う、起きるまでは時間かかるんだけど起きてからがスッキリしてるっていう意味で言っただけなの。可愛いかそれ。可愛いよ。可愛いかな。眠いとかこうやって止めてるのか。確かに。それかわいいかも。ダメ。ちゃんとクリームやな。どうですか。なんだって、こわいじゃん。なんで今1より上なんよ、それ。間違えた。 0.75 でした。 0.75。 あ、そういうこと。 0.75 ポイント。そういうこと。嬉しい。いや、逆やけどな。ねえ、やばい。今ももきゅんしかポイント取ってない。ね、困った。次行きたいと思います。ほい、6問目です。ドン、明日は菅波さんと初デート、どこ行く？何する？何する？え、一日中？一日中オフ？あんまり考えてなかったけど。あ、ね、大きい場所は、それともピンポイント？え、わかんない、早く帰って。何？むずい。何何？夏美ジェットコースター乗れないもんね。うん、イメージ違うね。違うの。やべ、言わなきゃよかった。うん、まあ、かけた、うんうん、じゃあ、ももちゃんとおじちゃんの回答どうぞ。せーの、どん。おい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 。あ、すごい。おうちでゲームだ。すごい。めいちゃんのおうちで。え、なんかさ、ここさ、なんか行きたいなとか言いそうじゃない？そう、なんかさ、あとゲーム好きみたいな。それとね、ゲーム好きそうだから見れたわ。いいですか？うん、うん、犬猫カフェ行く。あー、なるほどね。あ、それもありそうだね。ありそう。夏美の回答どうぞ。そうですね、映画とか。あ、でも遊園地もいいなって。どこでも楽しいです、あのミレレーとなら。はい、あ、ミレレーの行きたいところ。あー、じゃあこれにします。待って、まあ、ここうち行きたいから。あの、ミレレーは何答えても行って入るから。やったー。はいはいはい、はい、ということで、なんとうちのラッキー問題かなでした。おかしい。1ポイントで。ありがとうね。次こそは、はい、じゃあ次5点ぐらいにして。75点でしょ。よし、何ポイント。何ポイント。じゃあラスト、それでは第7問目。小木さんのお母さんになったつもりで、小木さんのことを叱ってた。このシリーズ。あんまり怒られてるイメージがないからこそ、怒られたらこんな感じかなみたいな。じゃあ花がいつも怒られていることを書けばいいってこと。これ75ポイントな。やばい。むずいって。花だってママに言われてること書くだけやな。じゃあまずももちゃんとうちの回答からいきます。せーの、ドン。こら、いつまでアニメ見てるの。こら、
お子だよ、しっかりしなさい。かわいい。僕怒ってる。怒ってるね。じゃあ最後の子はこんなこと言わない。わかんないから。じゃあ、おぎちゃんは？せーの。うざい、うざい。ママしようたいよ、ね、これですね、本当に。そう、ママに、うん、聞いて、聞いて、あのさ、あのさ、ねえねえねえ。そんところの、じゃあ75欲しいよ、ね、75欲しいね。それでは回答を見ていきたいと思います。ドン。花。やばい。花。あ、花。花。うわー。これこれはちょっとどうする。何これ。どうする。早い、正解だよ。ナツミンマイナス70。ダメだよ ね, だよね。あ、でも花って書いておけばよかった、ね、か。花って誰も書いてない。誰も書いてない。当たり。いやー、いやちょっと違うかも。全然違うよね。結構無理があるかも。全然違った ね, ね。ということでポイントを整理してみたいと思うんですけど、はい、まずももちゃんが 1.75 ポイント。おそしてうぎちゃんが0ポイント。おそして私が1ポイント。かわなごはももきゅんになりました。嬉しい。おめでとう。ありがとうございます。イエーイ。私あのラッキー問題なかったら0だったから。そうやな。そう、そう、ありがとう。ラッキー問題はあんと、じゃあ今度作るか。今度は第2回挑戦しますので、ありがとうございます。ということで以上、川名号